私たちは化学工場などで使われる装置材料の耐久性や安全性向上のための研究を主としてプラスチックあるいはプラスチック系複合材料である FRP を対象として行っております。これまでの研究により化学装置を設計製作する際の材料の最適選定や使用中の材料における余寿命予測などを可能とし化学装置の耐久性や信頼性の向上に役立ててきました。最近では劣化研究を応用して材料のリサイクルや劣化の検知に関する研究、石油や石炭資源によらない植物由来の高強度で長寿命な材料の創生にも取り組んでおります。化学工場では腐食性を伴うような薬液を大量に扱っています。防食のためにプラスチック系の材料も多く使われています。厳しい環境で長期にわたって安全に使うためには劣化機構を明らかにすることが必要です。多くの研究成果から劣化機構をその形態で分類しました。表面から分解物が溶液中に溶出して原肉していく表面反応型、分解物の層を形成する腐食層形成型、そして薬液が染み込んだ後になって分解が起きる全面侵入型の3種類に分類してきました。これらは薬液環境で劣化試験を行った試験片の分析をいろいろと行うことで分かってきたことです。一方でこれらプラスチックの腐食劣化機構に基づいて新たな取り組みもいろいろと行っています。劣化の進行をいろいろな分析装置で明らかにしてきましたが、実際の装置からサンプルを切り出してくることは難しいので非破壊検査にチャレンジしています。超音波検査の例を紹介します。樹脂は経年的に物性が変わるとともに薬液が染み込むことで音速が変わるので特別な工夫が必要です。さらに形時的に劣化を捉えるようなセンサーの開発も同時に行っています。エポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂は高温や薬液環境でも使えるといった利点がありますが、逆にリサイクルができないと言われています。我々は硝酸を使うと80度ほどのマイルドな環境で分解することができ、さらにこの分解物を入れるとエポキシ樹脂の強度が増すといった現象を見出しており、これを利用したリサイクルの検討を行っています。炭素繊維強化プラスチックも樹脂がリサイクルできるだけでなく炭素繊維もリサイクル可能であり、繊維強度もなんとバージンよりも高くなることを見出しました。オリジナルなリサイクル方法として高い評価を得ています。以上のように材料の高性能化、長寿命化、環境負荷の小さい材料の提案、安全性の高い材料の研究を化学工学的な観点から行っている研究室です。詳しくはホームページをご覧ください。